皆さんこんにちは。これから2024年度の線形代数1の授業を始めたいと思います。まずこの授業で使う教科書です。教科書は明解線形代数という本を使っております。こちらの本を準備しておいてください。それから参考書に関してはこの授業のシラバスにいくつか紹介されております。その他その皆さんの関心などに応じて線形代数の教科書や参考書はたくさん出ておりますので、皆さんに自分自身に合ったものを探してみることをお勧めします。でこの授業の履修範囲ですが、先ほど紹介しました教科書の第1章数ベクトルという行列から、第4章行列式の発展まで進みます。それではまず教科書に入る前に線形代数とはということでちょっと話をしていきたいと思います。で主にですね、なぜ学ぶかということと、それから何を学ぶかということをちょっと紹介しようかと思います。数学リテラシーの授業でも、多分線形代数の基本的な部分には触れたと思うんですが、もう少し今回はその線形代数として勉強していきますので、その辺に少しフォーカスした話もしたいと思います。でまず線形代数をなぜ学ぶかっていうことなんですけれども、まずこれ科学や工学のほとんどの分野で現在線形代数というのは活用されてるんですね。で皆さんの日常生活の中でもですね、この線形代数を扱った技術に触れずに日常を過ごしてください、一日過ごしてくださいって言われたら、それはかなり難しい、不可能に近いんではないかと思います。ほぼですね、多分情報機器を使うと、情報機器のどっかに多分線形代数使われていますので、情報機器を全く使わない、例えば日が暮れたら電気を、照明をつける、照明も危ないかもしれないですね、だから白熱電気をつけるとか、そういうぐらいにしないとなかなか線形代数に触れない生活を送るというのは難しいような時代になっていると思います。それから2つ目は、その道具の仕組みを理解することもですね、この道具を使いこなす上では重要であるというふうに考えます。あと3つ目として、線形代数は数学の理論的な枠組みを学ぶ、その手頃な題材の一つという点もあります。で以下、これからはこの3点に関してですね、一つ一つちょっと例を挙げて話をしていきたいと思います。でまず1点目の方なんですけれども、ここでですね、その科学、皆さん科学類と地球学類の人たちが集まっておりますので、その科学と地球科学で実際にその線形代数がどんなところで使われていますかということを、前もって科学と地球の科学の何人かの先生にお話を教えていただきました。それをちょっと紹介したいと思います。まずこの科学で線形代数が関連する分野としまして、量子科学という分野があります。でこれは分子の電子状態を量子力学的に計算や理解する分野ということです。ただし僕は量子力学は大学2年生ぐらいで挫折したので、あんまりこのことは質問しないでください。で、話戻すと、ほとんどの計算ではその波動関数の解を構成分子の波動関数の線形結合で近似していますと。それから、近似解を求めるのは基本的に行列の対角化です。それから、反応速度論で複数の成分の時間発展というのを検討する際に、その線形の連立微分方程式というのを扱う可能性がありますと、そういうお話をいただいております。それから次に地球科学で線形代数が関連する分野の例としまして、気象学、大気科学の先生からお話を伺いました。まず天気予報にも使われている気象予報の方程式はですね、流体力学のナビエ・ストークスの運動法方程式というのをベースにしておりますので、テンソルとかベクトルで方程式が記載されますと。なので、ベクトル解析は割と使います。それから、気象予報のために最適な初期値、誤差を最小にするための初期値を求める際に、変分法やカルマンフィルターなどという呼ばれる手法を使うそうで、そこでも行列計算が使われますという話をされていました。で地球科学でもう一つ地震学、構造地質学の先生からお話を伺ったんですけれども、そこでは地球科学ではデータからモデルを推定する逆解析というのはよく用いられますと。
で、モデルのパラメータ数やデータ数の膨大になるので、その線形代数の知識が必要不可欠になります。それから、面に作用する力は3成分あるので、そのオーリキテンソルとか歪みテンソルとか言われるものですが、これらはその2階のテンソルなので行列として考えることができます。でこれらのテンソルの行列、まあ行列ですね、行列として扱ったテンソルは対象なので、まあ、固有値が実数になってで、物理的な意味を持つことも重要だったりします。まあ、そういうお話を教えていただきました。ということで、まあ、皆さんがこれから専門にしていくその科学や地球科学の分野すべてではないかもしれませんけれども、確実にいくつかの分野では線形代数をたくさん使うという分野があります。ですので、そういう意味で皆さんこれからですね、それぞれの専門分野に進む際に線形代数が必要な人は線形代数が勉強していく必要があると思いますので、まあ、そういったこともちょっと頭に入れて勉強していくといいかなというふうに思います。で次に2点目のですね、道具の仕組みを理解するっていう話なんですけれども、まあ、道具を使うっていうのは多分皆さんいろんなところでやってると思いますが、その道具の使い方をまあ知るっていうのはまあ、もちろん道具を使うように必要なんですけれども、まあ、それに加えてその道具の仕組みを知っておくと、その道具を正しく使いこなす、もしくは活用する上で、まあ、有用だったり、あるいは場合によっては必要だったりするという例がいろいろあるかと思います。で、まあ、多分そこの例はちょっといろいろあると思いますので、皆さんの方にちょっと考えてもらうことにしまして、まあ、線形代数の仕組みを知っていればということなんですけれども、まあ、現在ですね、その現場では大体その線形代数の大抵の計算というのは、そのコンピューターを用いて行うんですね。まあ、線形代数のいろんな計算をするシステムがソフトウェアに組み込まれていると思います。で、例えばその自分が解こうとしている問題を正しく計算できているかどうかっていうことをですね、まあ、確認する必要があったりするわけです。で、そうしますと、その道具の使い方しか知らないのでは、そのソフトウェアが出してきた結果が、果たしてその問題の答えとして妥当なものかどうかっていうのをこう判断する術がないわけですね。しかし、その線形代数の知識があれば、その問題の形とか性質からですね、その答えの形や性質がある程度類推されますから、そのソフトウェアがちゃんと正しい答えを出しているかっていうのが、こう大体当たりがつくっていう場合が あるかと思います。まあ、そうすると、プログラムが出した答えが妥当なものか、本当に自分が欲しい答えかどうかということを検証することができますので、やっぱり線形代数の知識があると、まあ、そういう場面で役に立つこともあると。そうですね。まあ、みんなが役に立つかどうかは分からないけれども、役に立つ人も、まあ、存在するに違いないというわけです。ということで、一応その道具の仕組みを理解する上で、まあ、線形代数を学ぶという側面もあります。それから最後に線形代数はですね、その数学の手頃な題材の一つとも言えるかと思います。で、まあ、数学っていうのはですね、まあ、皆さんの中にはまあいろんな計算、めんどくさい計算悩まされた人もいるかもしれませんし、非常に何でしょうね、こう無味乾燥なこう教科書を見ても、まあ、高校までの教科書は最近かなりこう色付けもしてあって、こうパッと大事なところは分かりやすいよっていう教科書も出てきましたし、なんか大学の教科書も最近ですね、そういうものも出てきておりますけれども、まあ、伝統的な数学の本っていうのは本当に真っ白い紙に黒い字で延々となんか定理とか書いてあって、一体それが何の役に立つんだっていうふうに思う、人もいるかもしれません。で、ここでまあ少し解説しておくと、数学っていうのは基本的には理論の積み上げで成り立っております。と、まあ具体的にはその定義があって、補題があって、定理を示して、整形を示してっていう形で、こう、だんだんこんな風に組み立てていくんですけれども、その、線形代数もその数学の中にありますので、そういう理論の積み上げのように成り立っております。例えば、一番土台のところにはですね、この数、体と呼ばれる数の世界の四則演算があって、でその上に行列やベクトルの演算があって、でその上に線形写像というのを考えて、でその線形写像の固有値を考えるなんていうふうに、こう下から順々にこう積み上げていく形になっていくわけですね。で、下の土台がしっかりしていないと、上がちゃんと、上のものがですね、ちゃんと収まらないわけですね。土台が崩れると下、上も崩れると。で何が起こるかっていうと、例えば実際の皆さんがその日頃の
生活で使う技術っていうのは、この土台よりもこの上の方の技術を使って作ってるわけですが、この上の方の技術が、きちんとこれ正しいというふうに安心して使えるためには、この下の土台からしっかり積み上げていく必要があるというわけです。まあ、数学っていうのは一般的にはそういう成り立ちをしている学問です。ですので、まあ、そういう、ついに数学っていうのはどういうふうに成り立っているかっていうのを理解する上で、こう線形代数が一つの手頃な代替になるかと思います。で、その手頃な題材の一つの、っていうのはどういうふうになり合っているかなんですけれども、まず数学ですと最初は定義というものから入ります。定義は大体そのいわゆるゲームですとルールですね。まあ、これがないとゲームできませんよっていうような話ですね。で、まあ、例えばこれから皆さんが学ぶものとしては、ベクトルの線形独立は何か、何ですかとか、そういう定義を学ぶわけです。で、まあ、そういうのを学んでいくと次に、まあ、補題というのが出てきまして、まあ、補題というのは主にその定理の証明を補助する性質を持つような、まあ、性質問題なわけですね。で、それに基づいてこう定理というのをよく証明します。これはそのある対象に関する重要な性質でして、まあ、例えば、まあ、ここに書いてますけれども、そのベクトル A1 から AR により線形結合の表し方が一時的であることの必要十分条件は H から AR が線形独立ですよとか、そういう性質を学んでいくわけですね。で、K というのはその定理からまあ導かれて、その後よく使う性質としてこう書かれることがあります。まあ、例えば、これから学ぶ内容として、A が N 次正方行列のとき、まあ、A が正則であることと、A のランクが N に等しいことは同値ですよなんていうことをやります。今、皆さん多分これ聞いて、何がありがたいんだって思うかと思うんですが、それで結構です。これから学んでいきます。ということで、線形代数ですとか、もしくはその数学いっぱいの授業の望み方として、まあ、いろいろあるかと思いますが、ちょっとこういうことをこう心しておくといいのかなというふうに思います。まずは定義の内容という意味をですね、理解してほしいということですね。少なくとも、まあ、どういう道具を使って、どういうルールがあるかということは、きちっと覚えておかないと、その後の定理とかを議論するときにですね、ちんぷんかんぷんになりますので、まずは定義を理解して、こんなもんかなって覚えておくことが大事です。で次に、その定義から始まって、補題、定理、計っていく、その論理的な関係をつかむということが大事かと思います。まず、補題や定理っていうのは、その定義のルールを使って、いろいろな数学的な事実を証明していきますので、定義のどういうところが、その補題に生かされているか、あるいは定理に生かされているかっていう、その論理的関係をこう掴んでいくということが、多分理解につながるかと思います。で、3つ目としては、その定義や定理を学んだら、すぐに例題を作って確かめてみるというのが、理解の上では有効かなというふうに思います。大体、まあ、定義や定理、学びますけれども、そこでは割と簡単な例っていうのが作れたりするんですよね。で、まあ、こんなんくだらないかなと思うことはない、思う必要は、卑下する必要はないので、別に他の人と比べる必要はないですから、他の人が見てくだらないと思われても、それは皆さんが初めて考えたことっていうのは皆さんにとって価値のあることなので、全然他の人と比べる必要はないです。ですので、自分が新しい例を考えて、おお、こんな例があったって見つかったら、それは皆さんにとっては新しい発見で、まあ、非常にハッピーだなと僕は思います。で、まあ、そういうことで、こう例題を作って確かめるというのも有効かなと。それからと、まあ、判例というのもありますので、まあ、状況によってはその判例っていうのは、こういう時には成り立たないっていうのを考えるっていうのも、定理や定義を理解する上で有効だと思います。